はい、クスティーユのね新しいアクションカメラね。でこれね、あのピンマイクをつけてみました。これマイクロ USB のやつ、わわわね。今マスクしてるからねうまく撮れるかどうかわかんないけど、よいしょ、あまり人いないからいいよね。これね、よいしょ、こんな感じでいいね。で今日ね、あの風強いからね、風強いからこうやって遮らないとダメかもしれないし、今マイクの感度がね高いになってるんだよ。だから低いにして近くで喋った方がいいかもしれないけど、とりあえずね、どんな感じなのか、ね、視聴者様からのリクエストがあったんでね、うん、ふう。これちなみにね 1080p の60フレームで撮っております。よいしょと。とにかくね砂ぼこりでマイクは今ここにあるけどね、今感度が高い状態で、ね、でなんだっけ、あの手ブレ補正はあのスーパーじゃない普通のやつにしてるからね。手ブレ補正はただのオンです。よいしょ、風すごいでしょ。それでピンマイクでこれをはい、こうやってね風を遮りながら風で喋ってるとどう？違う？そのまんまだとすごい風拾うと思うんだよ。今日風すごいからね。で、この中に入れてね、こうやって喋ってると風は遮れるでしょ。はい、どう？外の収録で。あの外カメラ、ね、ピンマイクを使った場合こんな感じ、ね、表に出してこんな感じ。喉痛いよ砂ぼこりバンバン舞ってるから、ね、じゃあ次はね、感度を高いじゃなくてノーマルに戻します。一回切るね。よいしょ。